はい、山本です。今回はね、ヨルシカの思想班の解説をしていきます。カップを1フレットにつけてます。チューニングはレギュラーチューニングです。あと概要欄にこの曲の、ギターカバーと、あとブログにタブ付載してるんで、よかったら見てみてください。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、じゃあまずイントロのアルペジオからやっていきます。はい、ここなんですけども、4弦から上はずっと同じフレーズで、で、ルート音を移動させてます。最初のルートが5弦の開放ですね。これカポない手で言いますね。5弦の開放を弾いて、4弦の2フレットから3フレットをハンマリングで、指で叩いてます。で、2弦の開放。こんな感じです。で次が、5弦の3フレットを押さえて、であと同じです。で次ちょっと難しいんですけど、小指で、5弦の5フレットを押さえてます。これ結構ね、指開くん でしかもこの状態で中指でハンマリングするんで、結構なんか変なところに力入ります。で最後2弦の開放もこの人差し指のお腹当たっちゃうんで、しっかりこう指立てて、はい、右手もね結構弦飛ぶので、5弦4弦2弦5弦4弦2弦で、これも手元見ずにできるようになるまで、まあ、繰り返し練習した方がいいと思います。はい、じゃあ次イントロのリードパートやっていきます。はい、これ2周ですね。はじめ3弦の14フレットまでスライドで入って、2弦の13フレット、こんな感じです。でここなんですけど、ここでトゥルって一瞬プリングオフでトゥルってやってます。まあ難しかったらなくてもいいと思います。でここは結構難しいんですけど、一発トリルして、でここもスライドで繋いでます。めちゃくちゃゆっくりやると、こんな感じですね。これが結構早いんで、まあ初めゆっくりテンポ落としてやった方がいいと思います。でここもトリルが一発入ります。今回この曲ね、結構これが多いんで、トゥルルっていうの、これだけ部分的に練習した方がいいと思います。はい、で2周目がここまで一緒ですね。でここでブリッジミュートを入れてます。右手の手刀でブリッジを押さえて、倍音消して、この3発目までこんな感じです。でここもスライドで、はい、ここ4弦の10、11、12でこんな感じですね。でここでチョーキング入ります。はい、これの繰り返しですね。でちょっとゆっくりタブ札しながらやります。はい、こんな感じです。次、メロなんですけど、イントロのアルペジオと一緒なんでちょっと省きます。で途中から入ってくるカッティングですね、ちょっと音ねクリーン気味にやった方がいいんですけど、ちょっと歪ましたままいきます。
はい、これサビ前までですね。カッティングは4弦7フレット、5弦5フレット、2弦の6フレットですね。この3つ、最初。右手がダウンアップで、次ミュートしてます。でそのままアップで入ってます。はい。で次中指、薬指離すだけですね。で戻って、でここがスライドで入って3弦7フレット、なるべく音切らずにつなげる感じ で3弦10フレットまでいって、で最後この2つ、これでサビ入ります。じゃあゆっくりタブ札しながらやります。はい、こんな感じです。じゃあ最後サビやって終わります。はい、サビは全部パワーコードなんで簡単です。ルートと5度の音プラスオクターブ上の音ですね。ルートのオクターブ上、この3つです。はい、結構シンプルなんでタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構ねイントロの、まあ、リードがちょっと難しいかなって感じなんですけど、まあ、よろしくね、リードかっこいいんでぜひ、頑張って練習してみてください。よかったら概要欄に僕のブログと各種 SNS のリンクとか貼ってるんで、よかったら最後覗いてみてください。で最後にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。